ただ正義の裁きは一つ公正に執行され警告侵入者あり正義の行動してください。裁きはすぐに押さえThank you.
共和国に入るのちょっと遅かったね。ここはデイブ共和国よ。ダディ大統領にちなんだ名前なの。ここにとどまりたいんだったら大統領と話さないと。いいわ、連れてってあげるけど、ダディ大統領は知らない人のことは好きじゃないの。こんにちは、ハニー。デイブと話し…デイブは私たちがよそ者と話すのを嫌うの。私はケンタッキーの田園で子供時代を過ごした。あの頃の冒険、ノブクリークからホッジゲンビルまで歩いたものだ。デイブは私たちがよそ者と話すのを嫌うのよ。私はデイブ共和国大統領のデイブだ。大統領閣下と呼びたまえ、さもなくば処刑する。デイブ共和国には何をしに来たのだね。市民権の申請か亡命か。
それともただの観光か。どれだけの若者が本当に幸せで安心を感じているのか。我々は答えを知っているだろうか。ノーだ。アメリカの子供たちは危険で意味を持てない毎日を過ごしている。希望も幸福も存在しない。またも迫害された難民が強大なるデイブ共和国に保護を求めてやってきたというわけだ。そういう人々が実にたくさんいるのだよ。かくまってあげるのもやぶさかではない。が、その代わりに君の国の国家機密を教えたまえ。さもなくば追放する。面白い話だな。ではデイブ共和国は元ボルト市民を歓迎しよう。デイブ共和国の難民として認定しよう。ただ私を怒らせるなよ、難民君。次期大統領選があるんだ。そんなに驚いた顔をするな。共和国とはこういうものだ。ああ、知識を求めているのかね。では教えてあげよう。選挙制度が私のような大統領と父のような絶対君主との違いだよ。今度は何だね。観光省ではあらゆる疑問に対応している。手短に頼むよ。デイブ共和国はウェイストランド唯一の真の主権国家だ。世界に残された最後の文明的な場所だ。いつか全ウェイストランドの住民は共和国市民となり、大統領の偉大さを知ることだろう。その昔、私は苦しむ民衆をトム王国の元君主トムの怒りから解放した。その後、当然国民は私を大統領に選出した。そしてデイブ共和国が建国された。よかったな。そいつはよかった。デイブがあなたは平気だって？了解。お前はここには属さない。え、なんだって？早く、忙しいんだよ。博物館の責任者はシャウナだ。俺じゃない。何が欲しいんだ？俺がデイブに次いでナンバー2ということだけ覚えておきな。じゃ、もういいだろ。それとロージーとジェシカのところには行くな。二人ともデイブの嫁さんで、いろいろ忙しいからな。そういっ、もう来るな。君の噂は聞いてる。ここから出た方がいいぞ。いい人なんだってね。
から来たの？嘘。デイブがあなたを許可したのね。私はデイブ博物館を運営している。そうよ、2時くらいには毎日ツアー。本当にウエストランドから来たの？嘘。おう、厳重なのには訳がある。なんだ、戦況はまだぞ。ボブ、シャウナ、ジェシカ、ロージー、そして私だ。共和国では武器が使える年齢で有権者として認められる。ロージーとジェシカは議事堂にいる。シャウナ、悪いが共和国市民でなけ、ね、今日のバラも本当に匂うわね。デイブがあなたは平気。